パラドーロパラドーロは、ベネツィア、サンマルコ寺院の祭壇の後ろに飾られた金色の背触りのこと。ビサンティン美術の最も純化熟達した作品の一つとして世界的に認められている。パラドーロは二つの部分から構成されている。下の部分は、福音記者、マルコの物語、ベネツィア共和国原種。1102年、ベネツィア共和国総督。 オルデラフ・フォファリエリの命令で、コンスタンティノポリスの名校たちが、アンテペンディウムとして作ったものである。他の部分、つまり大天使、ミカエルの絵を含む一番上の絵全部は、1204年、第4回十字軍の略奪品だと考えられている。1343年、ベネツヤ共和国元首、アンドレア・ダンドロは二つの部分を結合して、 およそ1927個の宝石を散りばめた1個のゴシックワークサイク作品にするよう命令した。パラはパオロ・ベネツィアーノパオロ・ベネツィアーノ作の木のアルターピースによって覆われたもので、天礼の間だけ公開され、信者たちを驚かせた。15世紀、ベネツィアーノの外側のアルターピースは木のパネルに取り替えられ、現在に至っている。パラ道路の時代ごとの発展を示す。 ありがとうございます。